1975年に竣工した市ヶ谷ビルという名称で、クライアントは前紹介した細胞という埼玉連邦鉄の建物なんですね。で、それ設計したのは飯塚さんで、それで構造を僕が担当したと。細胞は市ヶ谷の駅前にあるビルを貸ビルとして企画したんですね。この建物はどういう性質のビルでいいかという答えが初めからないんですね。飯塚さんといろいろ相談していたところ、それだったらば単純にして、それで何も柱がない、で柱は建物の隅のところに作る、中は何もない、そういうニュートラルな仕掛けが一番いいじゃないかと。これプランですけども、この隅のところに階段を2基作って、こっちは非常階段、こっちはメイン階段になって、それの隣にエレベーターがつく、それからこっちの奥の方にはトイレ回りだとか、なんか水回りがここにつく、それでその他は全くオープンにした施設がいいんじゃない。それでその時にこのオープンにするために、この柱はこの2、4、6本コーナーのところに立てていって、それ以外は SRC の晴れにして、それでその他は RC で格子張りにしたらどうかと。そうすればこの中は柱とか壁がいらない構造になりますよね。何でも使えるということで、あとどういうふうな使い方をするかっていうのは、借りた人が勝手にやるしかしょうがないじゃないかと。貸しビルの場合はもうそうなっちゃうんですね。断面方向はこれが各階全部がこういうふうになっていて、これ少し斜めから上から見るとこういうふうにこの格子張りが各列各階にあって、 Google Earth で見るとここは市ヶ谷の先端にこれがお堀端があって、それを渡ったところにここにこの市ヶ谷ビルっていうのは今でも立ってです。で、ここに入るときにはここの入り口で全部のビルを賄うと。これも Google Earth の写真ですね。で、この柱が脇にあって、この開口がこういうふうに全部開いているというのが特徴ですね。屋内の、写真で、彼女の写真ですね。窓のところはスコーンと全部が開いていて、向こうはお堀端の方で、まあ、素晴らしい景色になっている。表側から見ると、これもやっぱり Google の写真ですけども、いろんな各階にいろんなテナントが入っているというビルなんですね。 SDG の、中でも極めて珍しい存在なんですね、こういう貸ビルという建物は。だからそういうことをやってみたということですね。ところがね、東京の中でもう大多数が貸ビルのもう渦でしょう。その中で何かもうちょっと個性のある建築がいるんじゃないかというんで作ったのがこのビルなんですね。で、中が広々としていて、それでなおかつ周辺に対して、特にこの道路面に対して開放されている面を作ったというのはこの特徴ですよね。それは格子張りという構造方式を採用することによってできたということになるんですね。